Hi Leoha, welcome to my channel. We're gonna watch today number eye videos, guys. Show you know, because there are many men on the set. We have a two video like this. Anyway, let's check this. If you guys want more about number eye, please comment down below, guys. And let's go. Let's watch it. Oh my god. Da 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 ba 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 ba. Wait a second. Sec. Hey, intro so good. What check? Wow, sexy zone. This girl is so famous, right? So. What? なんでこれ?風を送る、なんていうんですか、扇風機的な、しかもそれも暖房つけてて扇風機つけてるんですよ。寒暖差激しくない？いや、それが好きなんですよ。露天風呂のような感覚。ああ、冬場のね、冬場の露天風呂みたいな。中はあったかいけど、一歩出すと寒いっていう、そういう感覚がすごい好きで。ははっ、やっぱりシャレな手土産すごい好きで、それを行ってる。現場に洒落た手土産を差し入れしたいということでございまして、絶対喜ばれる話題の手土産グルメデスマッチでございますが、今のところまだじゃあ何も入れてないんですか？そうですね。そうですね。はい、まだ入れられてないです。あ、なるほど。じゃあここで見て、こんな真面目な方でしたっけ？真っ直ぐな目してるから。ちょっと先輩方がいらっしゃるので。さあ、何でしょうか？いいですね、今度は。はい。トリュフ。トリュフ。トリュフの豚。トリュフの豚。トリュフ探す豚。トリュフを探す豚ってことですか？はい。トリュフのような豚。What is this? トリュフを探す豚ってことですか？はい。トリュフのような豚っていう。あ、トリュフを探していただく豚。あ、なるほど。これでください。とんでもない空気になりましたから。お気をつけください。ラッ。はい。イタリアの豚。違います。ハンガリーです。どっからイタリアですか？Oh my god. 結構男だらけの現場ですし、ちょっと欲しいなと思いますけどね。なるほど。なるほどな。いやでも結構現場にやっぱり男が多いので。今言ったの。なんで通訳じゃないですよ。同じ言葉を通訳する。2秒前の記憶どこ行った？同じ言葉を通訳する。2秒前の記憶どこ行った？なるほど。わあ。ラッ。早すぎ。You always like this.わあ、でっか。なんだこの2月24日、始まりました。すごいな。ショーがオープニングだったんです。もうこれ出だしつまずいたぐらいじゃなくて複雑骨折じゃないですか。あれね、こんな白髪なだけの日記はお前土佐日記以外だから。This guy is so funny. I remember. 3時ですね。23時。何が何て書いてある？もうですね。もうか。どういうこと？23時もうちょうど。あら、ちょうどの地だよな。ちょうどの地を、ウォって書いちゃったんです。
だからボードって書いちゃって、ボードって書こうとしてチをウォって書いちゃったって書こうとしたのが、はい、よく中島くんもこんなに出したな。いやいや、だって頑張って呼ぼうと思いますもん。そう、始まりました、始まりました、はい、交換日記、交換日記、今から台本覚えます。台本のイだけ、イだけカタカナの、イだけカタカナ。違う、これ未満検査だって、撮影ハードなんですよ。あー、ハードだから撮影終わって言い訳になるか、そんなの。ハードだから、だからしょうがない。そうか、ねえ、今から台本、ナイスフィッシュ、ナイスフィッシュ。ハードだから、だからしょうがない。そうか、ねえ、今から台本覚えます。憂鬱です。いや、これカッコ笑。これ読まされる方が憂鬱だ。次ね、3月2日、This back sounds so good, by the way. 今日の撮影はしんどかったねえし。なんだ。あれは違うな。あれは汗です。絵文字のしずくさま、しんどかったねー、汗ねー。あー、それはもうタメ語でいく感じな、うん、一応これは役としての日記なので。あ、役としての日記、違います。えちょっと違う、で、これ役としての日記、違います。ちょっと違う、で、これ、こんな感じの This guy's handsome, by the way。これ、平野くんでやってんじゃないの。海外セレブ大絶賛の活性化イベント、やばいな。それは一体何でしょう。さあ、先生、はい。オス大嫌い。わあ、やったー、やったぞー。マジですか。え、マジですか。いや、本当ですか。それで正解。なあ、I can't believe it。バラチラシのご褒美でございます。This looks delicious, by the way。Oh my god。うわ、めちゃくちゃ美味しいです。やっぱりチラシ寿司は違いますね、その辺のチラシ寿司とは。どの辺なんか、ごちゃごちゃしてる。なんか、ごちゃごちゃしてる。やめろ。いろんな素材がもう、主張がもうすごいから、すごい贅沢な気持ちになりますね。ほらこれ食べるよ、もうこっちの。これはもう、すいません先輩、いただきます。頼むよ、いただきます。半分残せ、残さないんだ。そこは出すか、出すだろ。出さない、出さなくていいんだよ。なんなのこの子。いただきます。ロー、they're eating。 あ、なんだこれ。ちょっと大福とあんこじゃないんですよ。中にあんずが入ってるんで。分かっとるわ。This is not egg。 だからなんか甘すぎないというか、その酸味がすごいフォローしてくれると言いますか。あとは全然一つなんてもうポロポロっていけます。ポロポロポロいける。ポロポロポロいけます。ポロポロいけますね、一つ。え、食べますか。いや、そういうことあるある、すいません、すいません、みんなあるんだ。食べますか。次、you want to try。 大丈夫、すいません、みんなあるんだ。あんまりないですよ、後輩が食べたの。海外セレブ大絶賛の活性炭ダイエット、1日たった1杯飲むだけで12キロ。 Oh my god, it's so funny。 食べたですか。Anyway guys, if you guys want more about him, please comment down below and take care of yourself guys, and bye bye!